こんにちは、こしつぶチャンネルです。本日は鉄道のホテル汽車ポッポ別邸さんに来ています。汽車ポッポさんは大分県中津市で50年以上の歴史を持つ食堂民宿です。こちらは食堂本館ですが、耶馬渓鉄道で活躍した車両が数多く保存されています。食事の予約をすれば日本遺産に認定された貴重な客車で食事をすることもできます。この後宿泊する車両も日本遺産に認定されています。かつてこの地を走っていた車両ということで、食堂本館にはミニ資料館のようなブースもあります。ということでチェックインの際に少しだけ食堂本館を見せていただきました。それでは一度外に出て別邸へ向かいましょう。食堂本館を出てすぐ目の前にあるこちらが新たに建てられた汽車ポッポ別邸です。一棟貸しの宿で大きさの異なる3棟があります。住友の木の家だけに住友の記念樹が植えてあります。それでは今回予約したお部屋へ向かいましょう。こちらです。今回予約したのは国東半島の自然をイメージしたお部屋です。それではルームツアースタートです。こちらのお部屋は国東の森、定員は6名です。まずはさらっと車内を見ていきましょう。車内に入り右側には運転台と冷蔵庫や備品置きがあります。後ろを振り返り車両の中ほど、こちらは車両の雰囲気が感じられるリビングとなっています。リビングを抜けとても細い通路を通ると、そこにはベッドルームがあります。寝室にはソファーを挟んでベッドが4台あります。ソファーを入れると最大6名寝ることができます。またソファーの間には床下が覗けるように透明のガラスになっています。各ベッドサイドにはライトと USB コンセントが一口ついていて、充電に困ることはなさそうです。照明は基本的に間接照明で柔らかい雰囲気の室内となっています。特徴的な形の客室ではありますが、車内にいることを忘れてしまいそうです。主な設備を紹介します。左下に記載のあるバス、トイレ、洗面台、冷蔵庫など一般的なホテルと同じような設備になっています。室内で必要な備品は基本右の引き出しに入っています。後でご紹介します。今回宿泊している車両はキハ602潮風です。1956年に日本車両で製造された機動車です。旧国東鉄道が発注し、耶馬渓鉄道も走った車両です。1975年耶馬渓線が廃止後、汽車ポッポが2両購入されたそうです。屋外で保存され食堂として活用された後、2020年冬におよそ1億円の事業費をかけて和のテイストを加えたモダンな空間として、外見はそのままに生まれ変わったそうです。床材にはオークが使用され、間接照明とともに温かみのある空間として生まれ変わりました。車両の雰囲気や面影はそのままに、居住性を高めた不思議な空間です。運転台スペースの機器は残されていて、自由に動かすこともできます。よく見てみると現役時代からそのままであろう注意書きがありました。これなんか字体がいいですよね。扉は手動？吊り革スペースはなんと衣類掛けスペースに変身しています。車両の雰囲気を感じられる工夫が随所にされています。先ほどの引き出しの中には茶器セットとケトルが置いてあります。テーブルの上にはウェルカムドリンクも用意されていました。車両が活躍した国東にまつわる本も置かれていました。さて肝心の水回りを忘れていました。一度車両から出ます。バス、トイレ、洗面台は廊下の奥にあります。お風呂はこちらです。箱庭の見えるヒノキのお風呂の浴室、羨ましすぎてため息が出ます。
さっきまでレトロな車両にいたはずですが、水回りはまるでショールームに来たみたいです。住友の家すごい羨ましい。浴槽に入ってみましょう。とても広くてゆっくりできそうな浴槽です。そして木のぬくもりも感じられます。ここに住みたいです。アメニティやドライヤーなどは洗面台にあります。化粧品もとても充実しています。ドライヤーはまさかのおしゃれで使いやすいと人気なサロニアです。そしてボディタオルも4色このように可愛く置かれています。アメニティや備品がとてもこだわられていると感じました。もちろん一般的なアメニティも揃っています。歯ブラシにひげ剃り、ヘアブラシ、そしてコップも人数分置かれています。洗面台の手洗い場や鏡も本当におしゃれです。この後ろに車両が映っていて、なんとも不思議な空間です。ふわふわのフェイスタオルとバスタオルの上には空調や給湯のコントローラーがあります。洗面所左にあるお手洗いもゆとりのある広々とした空間です。入り口はバリアフリーとなっており、トイレは自動でカバーが開くいいタイプのやつです。リビングルームに戻ってきました。車両の窓枠や窓もそのまま保存されています。雰囲気を崩さないようにカーテンではなくシェードとなっており、とても素敵です。このタイプの窓もめったに見えなくなりました。相反するはずの清潔さと古さの調和が見事です。ツートンカラーの車両もこんな人生を送るとは思ってもいなかったでしょう。はい、というわけで鉄道のホテル汽車ポッポ別邸さんの国崎の森潮風に宿泊しました。広い上に明るく木のぬくもりも相まってとても素敵な空間でした。建物自体はもちろんですが、車内も残すところは残しつつ綺麗で快適に過ごすことができました。またこちらのお部屋の他にもテイストや雰囲気の違う2つのお部屋がありますので、気になる方は調べてみてください。宿泊メモです。皆さんお気づきだったでしょうか。こちらの室内には雰囲気を楽しむためテレビはありません。そして室内車内とも禁煙です。駐車場は無料、駅からは車で5分の距離です。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。 Twitter、Instagram もフォローお願いします。